もしも学校の先生がプロセカにハマりすぎたら、みんなの中ではどんなゲームが今流行ってんの？レイは？ぷよぷよです。あ、ぷよぷよ？懐かしい。俺昔ファミコンでやってたわ。今も流行ってるんだ。はい。懐かしい。石川？僕は周りはみんなプロセカやってますね。プロセカ…どんなゲーム？音ゲーです。音ゲー？あ、音ゲーなんや。音ゲーの曲とかはモペモペしか知らんわ。あ、いや先生、ボカロって知ってます？あ、ボカロ、千本桜とかな。そういったボカロメインの音ゲーなんですよ。楽しそうやな。告白したんですね。そんなわけで、主人公僕に対してエーミールが、そうかそうか、つまり君はそんなやつなんだなと皮肉をつぶやいたわけなんですよ。はい、というわけで、まあキリがいいんでここで今日の図工終わりたいんですけど、ちょっと時間余っちゃったな。あ、そう、聞いて、あの先生ね、プロセカ始めちゃいました。え、本当ですか？うん、本当本当。しかもそれ学校のタブレットじゃないですか？ねえ、この子って強い？それ限定じゃないですか？本当マジで？やった。漢字テスト始めていきます。配っていくよ。あれ、先生のクリアファイル天満つかさやんけ。押して回して。ガラガラガラ。おはようございます。ってことで、あれ先生の T シャツですか？みのりちゃんのグッズやんけ。お父さんが買ってきたエビフライに乗って、先生がよく持ってるのみちしみってる棒みたいな、変な人になってるよ。絶対ライブ行ってきたよ。授業始めます。寝るな、お前マクビすんな。ってことで、はい、原文、前回どこまでやったっけ？あ、25第7話か。そっかそっか。はい、みんな iPad 開いて。iPad 開いて。この東雲エナのここのバカに仕上がって、この時の心情、エナの心情テストで問われるんで、しっかりね復習しておいてください。おーい。合唱コンクールの自由曲なんだけど、先生の独断でトンデンワンダーズにします。はい、春川先生が使用のため2週間休暇するということで、来ました。絶対ベランするやん。